Hello guys! So this is Korean Dost Min and we are at Fukuoka Daimyo Street. So Daimyo Street is where all the youngsters from Fukuoka comes in. So I'm gonna have Japanese people choose their favorite among the list here. So today we have Hrithik Roshan, Brown Dawn, and Tiger Shroff, and Siddharth Nigam. And for actresses, I have Aisha Rai, and Deepika Padukone, Priyanka Chopra, and Katrina Kaif. We couldn't choose all the actresses and actors, but today we're gonna have them choose their favorites and see what Japanese people think of Indian actors and actresses. So let's get started. まあ、インド映画コンテンツやっている人なんですけれども、ミント申します。韓国です。インドの俳優とか女優さんとか、種類といいますか、もしかして。いないですか。じゃ今から写真を何個見せますけれども、一番かっこいいだと思う、綺麗だと思う人にティックをつけたら大丈夫です。じゃあ、俳優のさんです。誰が一番かっこいいでしょう。この人ですか。アフタルドも全部ですか。あのちょっとツキティックをちょっと着ない人に。今インドでアラジンの役をしている俳優です。アラジン。はいはい、いいです。今度は女優さんですね。女優さんはこっちです。はい、どうですか？どうですか？あ、この人。あ、カティリナという人で、こっちはプリアンカという人。この人はミスワールドをやってた人ですね。はい、はい、撮影ありがとうございます。ありがとうございました。こんばんは。インドの映画とか見たことありますか？ないです。あ、ないですか。あ、インドの俳優とか女優とか知ったか、知る人いないんですね。さあ今から写真見せるんですから、一番好きとかかっこいい人にティックつければいいです。いいですか。失礼します。じゃあこの4人から一番かっこいいだと思われる人にスティックをつければ OK です。はい、お願いします。スティックをお願いします。どう、微妙でしょうかな。あ、ごめんと、はーい、おー、あー、あー、ちょっと筋肉あ、顔、顔ですか。はい、どうしてこの人に。色がすごい。色石。ああ、そうですね。今回女優さんです。お願いします。みんなインド人です。この服もインド服なので。あ、この人。ああ。どうしてか聞いても大丈夫でしょうか。鼻筋。鼻。ああ。この人です。あ、この人ですか。ああ、そうですね。どうしてこの人を選んだか。全体が綺麗。全体、あ、美人ですね、みんな。あ、本当にありがとうございました。インドコンテンツやっているミンと申しますけれども、はい、インドの俳優とか女優している人いますか？あ、知らない。インドの映画とか見たことありますか？多分ないと思う。あ、いや、あります。あります。スリーイディオットとか。なんか、何やったっけな？アリーズ・ベールとかそういう感じ。あ、そういう感じです。あ、そうですね。はい、はい、はい。スリーイリアスですね。はい、じゃあ今から写真を見せますけれども、もしかしたらティックをつけて、はい、いければお願いします。はい、じゃあ俳優さんです。あ、はい、一番かっこいいだと思う人に、うん、ティックつけたらちょっとお願いします。はい。で、ああ、そっち。おお。彼は世界で2番目でかっこいいって言われる、そういう、体もすごくいいです。で、今回は女優さんです。お願いします。こっちです。はい。あ、なるほど。やばい、難しい。決まった。グッドですか？お願いします。いや、俺もそう。おー。あ、こっちですか？こっちですね。あー、どうして、選んだ。美しい、美しい、美しい、beautiful、yes、セクシー、セクシー、セクシー、キュート、キュート、あー、キュート、あー、そうですね。はい、発表発生してくれて、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。インドのコンテンツやってる YouTube なんですけれども、インドの映画とか見たことありますか？ないですか？インドの俳優とか女優とか
見たことあります。あ、本当ですか。じゃあ今から写真見せますから、この中で一番綺麗とかかっこいいだと思われる人にスティックつければ終わります。行きます。じゃあ俳優に行ってみます。で一番かっこいいだと思われる人に写真のスティックつけてください。行きます。難しいでしょうかな。どっちでしょう。私もこの人。この人ですか。この人。おー、そうですね。今インドのドラマでアラジンの役やってる人です。はい。どうしてか聞いても大丈夫ですか。この。かっこいい。かっこいい。ああ、かっこいいですか。じゃあもう女優さんします。はい、こっちです。誰が一番綺麗でしょう。ちょっと落ちます。ちょっと難しいですか。すごいですね。じゃあ、どうしてか聞いても大丈夫ですか。はい。綺麗。綺麗。綺麗。この人はミスワールドやってた人です。はい。2000年くらいに。はい。終わりです。はい。はい、今日インタビューやってくれてありがとうございます。ありがとうございました。一緒に。これと一緒に。始めます。インドの映画とか見たことありますか。ないです。ないですか。じゃあ今から一番かっこいいだと思われる俳優さん、インドの俳優さんなんですけれども、ここに一番かっこいいだと思われる、選ぶだけです。スティックを使いますので、はい、何をするかわからなくて、そういうことか、オッケーオッケー、全然やります。そういうことね。はい、全然簡単ですよね。はい、一番かっこいいだと思われる人になると、はい。はい、いつもじゃない。ここから？はい、そうです。4人から。困るな。そうじゃん。クリミア。あ、この人ですか？これなの。あ、本当ですか。あ、筋肉が。そうです。そうですか。はい、アクション俳優ですね。インドですごく人気なので、この人たちは女優さんです。あ、決まった。本当ですか。だってアンナサウェイみたいな。それその人。誰と似てるんですか。アンナサウェイ。だって一緒にさ。アンナサウェイ、ああ、エネットウェイ。ああ。似てる。一緒じゃん。この人にいるんですか。アティピカという人なんですけれども、今インドで一番なんか級高い人です。はい。で、こういう感じですね。インドの映画とか全然見たことはないんですね。ああ、そうですね。BTS とか知ってますか。誰。BTS。BTS。あ、知ってる。あ、BTS。BTS。うん。バンタン。うん。バンタン。あ、知ってます。友達が。友達が。ああ、TWICE とか。友達が TWICE。ああ、そうですね。まあ。ありがとうございます。じゃあ今日で終わりなので、はい、あ、本当、本当にすごくありがとうございます。サムニダー、サムニダー、サムニダー、ありがとうございます。飛ばしのですね、すみません。バイバイ。バイバイ。Hello guys, so today we had a chance to see Japanese people's favorite choice among the list of Indian actor and actresses. So let's find out the results, shall we?Among the actors, we have Varun Dhawan, Hrithik Roshan, Tiger Shroff, and Siddharth Nigam. As you can see, Varun Dhawan has 1 vote, and Hrithik Roshan has 2 votes, and Tiger Shroff with 3 votes, and Siddharth Nigam with 5 votes. So the winner is Siddharth Nigam. And for actresses, Aishwarya Rai, Deepika Padukone, Priyanka Chopra, and Katrina Kaif. And we have 0 votes for Aishwarya Rai. I'm so sorry.And wow, 6 votes for Deepika Padukone. Yeah, Deepika. Wow. And 2 votes for Priyanka Chopra. And 3 votes for Katrina Kai. And the winner is Deepika Padukone. So the winner is Siddharth Nigam and Deepika Padukone. I approached a lot of people, like 30 groups of people, but not many people were okay with the interview. But among the 5 groups of people we interviewed, the result came out to be Siddharth Nigam and Deepika Padukone. So today we had a chance to figure out the best pick of Japanese people among the list of Indian actors and actresses. So thank you so much for watching. And if you liked our videos, please subscribe and give us a big thumbs up. And we will see you guys back with more interactive videos. Yes, thank you so much. Bye bye. Thank you for watching.Danyavad. ちょっとすみません、演説を聞いてるんですけども、もしよければちょっと数分くらいちょっと聞いてください。いつだけなんですけれども、もしかしたら撮影で聞いてもちょっと、難しいですか。あ、ごめんなさい、すみません、ちょっとすぐ思われますけど、はい
どうやってやるのいいか分からん、なんかこのここのかっこいい人選ぶって、はい、リナ普通ショットが撮れる、リナ違う、足がドゥドゥドゥと、あの、はい、恥ずかしいあ、じゃあちょっと見とく、何するか、え、ちょっと一人、え、待って、ちょっと一緒に、これと一緒に、好みのやつにステッカーをつけて、この人が好きみたいな、ユーチューバーズか、ユーチューバーです、おお、頑張ってください、はい、ちょっと写真撮って、はい、ヘッドセイでいきましょう、チャンネル登録、はい、何人ですか、何人ですか、17万おお、ちょっとすげえ、まあまあ、すげえ、編集大変大変ですよ、やばいですか、やばいです、はい、決めた、はい、あのチャンネルの名前はコリアンドストドスという、調べてみて、はい、韓国の人ですか、韓国人です、2人、韓国顔だね、はい、すごいさっきの全部でもチャンネルは全部英語でやってますけれども、一応え、何でした、何でした、コリアン KO、 あ、これです、はい、すげえ、日本人が多いですか、チャンネル、いやいや、全部インド人です、インド人、インド、でも全部インド人で、この服もインドの服です、はい、おしゃれ、面白いですか、ああ、ありがとうございます、面白い、チャンネル登録、ああ、チャンネル登録、ありがとうございます、動画いつ出るの、まあ、週に何か5回、6回くらい、すげえ、すげえ、ライブもやる、はい、こういう感じですね、はい、でも英語なのでちょっと難しい、勉強します、勉強します、ありがとうございました、ありがとうございます。